ンポン。ゆかりちゃん、おい、動画始まる前まではいたんやけど、どこ行ったんや。やだ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 。なんやなんや。お菓子買ってくれないとやだ。お菓子？なんで楽団買ってくんないの。女子高生にしては偉い渋いチョイスやな。楽団買ってくんないとゆかりここから動かないもん。先輩出番ですよ。え？ねえママ、買ってよママ。さりげなくうちを母親役に割り当てんのやめろ。ねえ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 。はい、ゆかりちゃんダメですよ。これ以上わがまま言ったらシャイニングウィザードしますよ。初回に出すお仕置きのレベルとしては一元レベル。はあ、ぜひ。うわ、こいつ急に違うベクトルの扉開いてきた。楽団買って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 。はあ、こうなったら最終手段や。先輩？ねえママ、ママ買ってよママ。マッマです。嘘でしょ。呼んだ。うわん、何やってんの。あんたそんな年にもなってダダこねて。ポカポカポカこねてないもん。楽団、あんた好きなお菓子イチゴチョコレートのやつでしょ。違うもん、難しい漢字の渋いやつ大好きだもん。はいはい、アポロ買ってあげるから南ちゃんと謝って帰りましょ。いやだー。